今回のビーチエンジェルは、美しいビーチでまばゆいばかりの輝きを放つ白いビキニの天使。亜熱帯のジャングルでは一転してワイルドな魅力も発揮する魔性のビューティーマジック。彼女の名は大城美和。小柄ながらも G カップの迫力バディを誇る、まさにトランジスタグラマー。現在グラビアシーンを席巻するトップアイドルです。着いた感想、すごいジメジメしてるっていうのが一番最初思って、もうね、こことかもほら水滴ちょっとしかないけど、すごい濡れてるの、もうだからすごい湿気がすごいところだなって感じですかね。あとはまだ今夜だから、昼間になったら綺麗かな。どんな旅、今回、この、まあ、国ですか、まあ、初めて来たんで、まあでなんかいろんな人に聞くと、あんまり買い物とかはできないよっていうのは聞いたんですよ。で、何ができるのかなって言ったら、ここはもう自然がすごいいっぱいっていうことを聞いたんで、あの自然と戯れたり、でやっぱり南国っていうこともあるので、あのいっぱい泳いだりとかね、あの、まあ、ちょっと日に焼けたりしたいなと思います。あとは、ここはミーの思い出ではないんですが、あのうちのおじいちゃんがですね、昔戦争でここの島でここにいてですね、あの助かったという話を、ミーが沖縄にいる時に隣に聞かされてたんで、そこがどんなところなのか前からミーも行きたいなと思ってたんで、そこを辿りたいなと思いますね。そんなミワちゃんの思い入れが詰まったこの国の名はパラオ共和国。ここは南北およそ 600km にわたり200以上の島々が散在する群島国家。しかしそのうち人が住んでいるのはわずか9島。無人の島が多いパラオには今もなお手つかずの大自然が残され、神秘的な輝きを放っています。絵画のように美しい海と圧倒的な質感を誇るジャングル、絶妙な自然のグラデーションが人々を魅了する南の楽園です。しかしその一方で、島のあちこちに残る歴史の傷跡、紆余曲折を経て独立国家となったパラオは、そんな光と影を合わせ持つ奥深い島なのです。なんていう名前ですか？え、ツトムです。え？ツトムです。嘘。ツトム。なんでツトムなの？まあ、昔パラオ、日本人が住んでた時、それで、まあ、お友達になったんじゃない？パラオ人と。それで結構、日本の名前持ってる人いっぱいいますよ。ミヤちゃんはパラオで何がしたい？パラオで、やっぱイルカ？イルカに会いたいかな。なんか前にパンフレットで見て、ないと見たことないし、水族館も行ったこと全然ないから行ってみたいね。イルカとキスをね、今回はしたいかな。初キス、ファーストキス今まで誰ともしたことないから、ファーストキスだね、イルカと。顔羨ましい。今回のメニューはこちら。ミワちゃんのキュートな魅力とパラオの神秘性が絶妙にコラボレートした魅惑の45分。まずはビーチで可憐に舞い踊るビキニの妖精をたっぷりお楽しみください。広大なラグーンに囲まれた環礁に点在する大小200余りの島々、それがロックアイランドです。島は目にも鮮やかな緑の木々に覆われ、微妙なグラデーションを見せるサンゴ礁に縁取られています。またそれらのサンゴ礁は火山活動によって隆起したもので、海水などの影響で浸食され、まるでマッシュルームのような形を作り上げています。
さらに透き通るような海がどこまでも広がる遠浅のビーチ、それは神々が大空から海にばらまいたエメラルドのごとく、南洋のまばゆい光を浴びて美しい輝きを放っています。ロックアイランドのロングビーチにやってきました。ここはですね、今こういう風に道ができていると思うんですが、これはこの潮の満ち引きによってまた違くなるんですが、今が多分ちょうどいい道ができていると思います。さっき見た時は、一番最初に来た時は本当にまだ全然海だったんだけど、いきなり道が現れたんでびっくりしました。これはですね、最高500メートルぐらいだいたいまで道ができるって聞いたんで、ちょっと走っていきたいなと思います。それではバイバイ。オモカン島の南側に位置するロングビーチ、潮が引くとビーチの端から真っ白い砂浜がどこまでも延々と伸びていくことから、その名がついたといいます。クリスタルブルーの海と純白の砂浜が絶妙にマッチした美しい景観は、まさにフォトジェニックです。来ました。すごい響くね。あーすごい。でここはここだけなんかすごい色が違うんだけど、エメラルドグリーンみたいな色になってて、他の向こう側からずっと来たんだけど色がここだけ違って、なんでかっていうとですね、この正体がここの下にあるんですよ。すごいすごい、これすごい、これほら、この粘土みたいなのが砂なんだって。これがちょっとこっちに入れや。でこれが美白効果があって、みんなここで多分乗りに来るのかな。いっぱい船、向こうにもいっぱいいたから、ちょっと待ってこねるから。うわすげえ。すんごこれ美白効果なんだって。本当は顔とかにもやった方がいいんだと思うけど、みんな手だけやってみて。なんかサラサラしてるね。砂も混じってるから汚い汚れも取れそうな感じ。ツルツルしそう。海底に沈殿する石灰質の泥が不思議な乳白色の海を作り出すミルキーウェイ。石灰の泥は絶大な美白保湿効果があると言われており、化粧品としても商品化されているほどなんです。ミワちゃんも美白美人になるべく、いざチャレンジ。遊び感覚で楽しみながら全身を泥まみれにして、ご覧のようにご機嫌のポーズ。それ以上綺麗になっても困るんですけど。じゃあ落としに行ってきます。なんかパリパリになってきた。いい感じに。うわみんないると真っ白になる。
ごい。落ちてない今だ。あ、落ちてきた。かきまくってんな今。あ、落ちた。気持ちいい。気持ちいい。ミルキーウェイだよ。サラサラになった気がする。ここの島にはですね、あの湖があるみたいで、その中にはある生き物が住んでいるそうなんで、早速行ってみたいと思います。ミワちゃんが足を踏み入れたのは、鮮やかな緑に覆われたマラカル島。この島の奥地にあるという湖を目指して、ミワちゃんもトレッキングスタート。危ないから慎重にね。険しい山道をかき分けながら、奥へ奥へと足を踏み入れると、緑に囲まれた広大な湖が姿を現します。ここは水面下で海とつながっている場所があるため、海水と淡水が混ざり合っており、神秘的な世界を作り出しています。エアトジャングルを抜けてですね、この湖に着きました。早速行ってみたいと思います。行ってきます。あ、気持ちいい。果たして湖に生息する不思議な生物とは一体何なのでしょうか。その正体はご覧のような無数のクラゲたち。それらはタコクラゲと呼ばれ、クラゲの天敵であるカメがいないため膨大に数を増やし、ついには湖自体にジェリーフィッシュレイクという名がついたのだとか。またタコクラゲには毒性がないため、身近に触れ合うこともできるのです。クラゲすごい効いてね。一匹持ってきた。これ握りしめてだから弱くなってるかもしれないけど、これがいっぱいいた。すごい。このクラゲはね、カメが怖いんだって。赤カメが。だけどここの湖みたいになってるから、カメが来る心配がないから、ここにいっぱいいるんだって。さらにオーシャンカヤックで湖の散歩を楽しむミワちゃん、なんとも優雅な光景です。釣りをしようと思ってるところです。日本みたいに竿じゃなくて、ファラオの人はこうやって糸だけで釣りをするみたいなんで、ちょっとミーもやってみたいと思います。よし。これちなみにイカ、イカです。下に重りがあります。なんかすごいね。釣れるかな。ミー釣り初めてなんだけど、でもね、うちのお父さんが釣りすごい好きで、夜中の2時ぐらいから行く人だから、そういうね、あれがね、ミーの体の中に入ってると思うの。だからバカでかいのが釣れる気がするんだけど、軽いんだよねこれ。全然かかんないわ。やっぱり日本と違って色が綺麗だし、砂浜が全部白いから、すごい、なんつうんだろう、感動した。うん、海はもう本当泳げないけど、なんだろう、溺れてるだけで面白いから、夏は結構行きます。でね、なんで泳げなくなったかっていうと、小さい頃
波にね、小学生ぐらいの時に飲まれそうになって死にそうになったから、そっからもう怖くなって泳げないんだけど、でも仕事が仕事だから海ばっかで、まあでも砂浜ぐらいだったら全然平気で、浮き輪とかあれば大丈夫で、うん、こんな感じですかね。大好きです。どんな、これね一番ね困るんだけど、どんな水着が好きっていうのは、こういう仕事で衣装でいっぱい、もう多分ね何百着とかって着てるかもしれないから、なんだろう、プライベートで自分の水着選ぶのが結構困ってて、だからね、なんだろうね、色的には赤とかゴールド、黒、白、そこら辺が好きなんですけど、自分で選ぶのは相当時間かかります。ビキニとあれだったら、やっぱビキニがいいですよね。ビキニが一番、うん。好きな男性のタイプは何だろうな、男らしい人がいい。あんまりなよなよしてなくて男っぽい人。どういうところに男らしさか。胸板とか厚い人が好き。ここら辺が好き、男の人の。重い。見て、でも見えた顔がすごいでかいよ。ほら、信じられなくない？重い。え？釣れました。釣れた。こんなでかいの、これなんだろう。ハタ。ハタ？はい。ハタ。スジアナっていうハタです。すごい、水玉だ。釣れました。ブヨブヨしてる。かわいい魚です。どうだ。臭いな。初めて魚釣りしてこんなでかいの取れた。ミーの顔より大きい。すごい蒸し暑いんですけれども、ここが、まあ、首都ということで、もうメインストリートなわけですよ。それでここには、まあ、多分学校とか警察とか郵便局で国会議事堂、何でもここにあるそうなんですけど、なんかね見てみると日本語がすごい多くて、あそことかもカラオケとか書いてあって日本語で、タじゃないですよ、タではありません、カタカナの。ユーだそうです、あれ。カラオケユーとか、お寿司とかね。普通にそういう日本語が使われてるっていうのは、やっぱり、まあ戦後に日本人がこっちにいたから、そういう、まあいっぱいパラオの言葉でも日本語が混じってたりするんでね、そういう文化があるのかなと思います。パラオ共和国の首都、コロール島。ここは2世紀に及んで政治経済の中枢を担ってきたパラオ唯一の近代都市。島を東西に貫くメインストリートには国会議事堂や警察署、郵便局など、パラオの住民の生活を支えるさまざまな施設が並んでいます。またコロール島にはパラオの総人口の約半分の人々が生活しており、町の至る所で素朴な笑顔とプルメリアの花が美しく輝いています。これからローカルスーパーマーケット
ントに行ってみたいと思います。ここです。ここはバナナとか売ってる。すごい緑色だけどこれ食べれないよね、まだね。置くのかな、自分で。匂い嗅いでみます。美味しそう。甘い匂いがする。これ好きなんだよ、スパム。沖縄にいる時もよく食べてました、スパム大好き。あとは、あ、こっちにもなんかいっぱいあるからちょっと見てみよう。ね、なんだろう、これは？カメ。カメ。ありえないよ。おいしい？おいしい。おいしいの？はい。どれぐらいの大きさのカメ？でかいカメ？大きいカメ？大きいカメのお肉だって。どうなんだろうね。これがカメさん。いただきます。まず匂い嗅がないとね、味が確かめられなくて。うん、なんだろう、なんかミーには臭い匂いとしか思えない。ココナッツミルクでやってるんですよね、これ多分。でもなんか、何て言うんだろう、うん、でも食感は本当に普通のビーフと一緒。うん、食べれますね。うん、Thank you。 これは何ですか？カイ。ココナッツラン。ココナッツミルク。シャコ。シャコなんだ。これ、これ全部もらっちゃっていいのかな、本当に。だってこれさ、お客さんのさ、売り物からちょっと取ってさ、ミーが食べてんだよ。いいのかな。でもやっぱ白いの、ミルクが入ってる。うん、ミルクの匂いがする。いただきます。うん、これは美味しい。これは美味しい。魚みたいな感じもするけど、美味しい。その他にも南国ならではのさまざまな食べ物に出会った美和ちゃんでした。暑い。美和今、昔の集会場の前にいます。これが集会場らしいんですけれども、立って180年ぐらいもうなるそうです。ここでは何だろう、昔のここの村っていうのかな、の伝説とかなんか言い伝えとかをこの中でみんなが集まって、いろんなそこの村の人たちに、偉い人が多分教えてたんだと思うんですけど、それがここみたいですね。パラオの伝統的な建築物アバイ。これは古来より伝わるパラオの集会所であり、傾斜のある三角屋根と建物の至る所に描かれている象形文字のような装飾が歴史と伝統を感じさせます。また釘やネジなどを一切使わない建築方法を用い、内装に施された見事な装飾は一つ一つ微妙に異なり、さまざまな色彩を誇る芸術作品として今もなおパラオの人々に受け継がれています。この絵はですね、一つの物語というか言い伝えが描かれてるみたいなんですけど、これは多分、あそこにカメいますよね、こっちに。
カメを海で取ってそして引っ張ります。そしてこの多分ねこれってさお家っていうよりここじゃないの？違うのかな？なんか似てるでしょ絵が。でみんなで食べるんだよこうやってあそこのいろりで。で食べて寝ます。わかんない、なんだろうね。さまざまなストーリーを表現しているアバイの装飾、それは各地域に伝わるさまざまな伝説でもあるのです。続いてミワちゃんがやってきたのは、そうパラオの民族舞踊。南国系の陽気なダンスにミワちゃんの心も躍ります。というわけで早速挑戦、うまく踊れるかな。わかんないわ。すごい可愛いでしょこれ。みんな違う踊りしてんの？これ。一緒？違う踊りしてるように見える。はい。はい。旧日本軍がですね、大体70年前ぐらいでしょうか、このなんていうの機関銃の前にやってきてるんですが、かなりもう古いですよね。すごい。太平洋戦争の激戦地でもあったパラオには半世紀以上の時を経て今もなお旧日本海軍の通信隊基地が廃墟となって残されています。歴史の重みを感じさせるさまざまな戦争の傷跡、時代が変わり当時の兵器は完全に錆びついているものの、戦争が残した人々の苦い記憶は永遠に錆びつくことはありません。さらに海中には多数の飛行機や船舶が眠っており、マルカル島沖の浅瀬で遭遇できるゼロ戦の残骸がダイバーたちの胸を締め付けます。それはほぼ原型をとどめており、引き潮時には水面から機体が半分顔を出すほどの浅瀬に横たわっているのです。
これからこの船に乗ってちょっとしたところに、イルカがいるということなんで、早速そっちの方に行ってみたいと思います。美和ちゃんのかねてからの夢だったというドルフィンウォッチング。高鳴る胸を抑えながらボートを走らせます。ここドルフィンズパシフィックはイルカ用の天然プールです。いました。これレイラちゃんです。レイラ、はい、あのエリック・クラプトンの歌のレイラっていうのから撮ったみたいなんですけど、この子また面白い顔で、あの顎のところがピンクなんですね。わかりますかね、ちょっとピンクがかってるんです、下の顎のところ。ここではイルカの特殊能力の研究や環境教育の教材としてイルカを飼育しており、ご覧のようなチャーミングな出迎えで人々を癒しの世界に誘ってくれます。その他にもアカウミガメなどさまざまな生物が訪れる人々を楽しませてくれます。さらに美和ちゃんは島の奥地に広がる海水と淡水が入り混じったマリンレイクへ。ここは珍しい水中生物の宝庫としてパラオの生態系を語る上で欠かせない存在。口の中見てみましょう。この子ね、唯一ほくろが舌の中にある。見えますか？あ、本当だ。歯触ってみますか？結構鋭いんです。すごい。ゴムみたいですね、体。そうですね、よくゴムとかね、あとナスビみたいって言われますね。ナスビ。ちょっとね、触ってみます。本当ナスビだって感じ。これで伝わるんだろうか分からないけど、すごい。ありがとうございます。はい、ありがとう。よいしょ、ゆうちゃん、はい、ジャンプ。多分あっちの方で飛ぶと思います。すごいね。おお、今度前で飛ぶと思います。すいません、むちゃくちゃ上がります。すごいな、ゆうちゃん。すごい、すごい。じゃあ拍手してあげてください。ほっぺたね、近づけてあげてください、はい、そーっとね、ほっぺたを近づけて。え、これでちょっと前で出ます。チュー。ありがとうございます。ファーストキスですよ、ミーナ。ファーストキスだって、アリエルちゃん。イルカとのファーストキスを果たしたミオちゃんは続いて念願のドルフィンスイムに挑戦。ここにはですね、もう本当全部がジャングルで、その中に小屋が1個だけで、でも猪木さんは年に4回ぐらいね、ここに訪れるみたい でその時はあの猪木さんと猪木さんの周りの人ですか、で一緒に何泊かするみたいなんですよ。でちょうどここに来てるんですけど、向こう側にですね、大きなシャコガイが
いっぱい見れるっていうところがあるらしくって、やっぱそれも多分シュノーケルでやるんだと思うんですけど、そこもちょっと見てみたいなと思います。燃える闘魂アントニオ猪木さんが名誉オーナーである、その名も猪木アイランド。日本人観光客が珍しかった時代からパラオに足を運んでいた猪木さんに、パラオ人所有者が友好の印として名誉オーナーの称号を与え、プライベート使用を許可したという島。ビーチの沖合には巨大なシャコガイが保護のために無数に集められており、シュノーケリングを楽しむ人々に絶大な人気を誇っています。今回ミワちゃんが宿泊するパラオパシフィックリゾート、パラオで唯一プライベートビーチを持つリゾートホテルで、清潔感のあるお部屋も人気の秘密です。趣味は映画鑑賞っていうか、家でビデオを見るのが好きで、休みの日とか、仕事の遅い時とかはいつもビデオ3本ぐらい借りてお家でひたすら見ることが好きです。焼肉が本当大好きで、レバ刺しが大好きで、甘いものはそこまで食べなくて、シュークリームとかは結構苦手な方かな。性格は大型なんで、やっぱね、人に好かれる性格だと思いますっていうのは分かんないけど、大型はね、誰とでも合わせられるんだって。これ迷うよな、どんな恋愛、どんなタイプとかじゃなくて。じゃあね、なんだろう、駆け落ちしたくなるくらいの恋がしたいかな。駆け落ちとかしてみたい。お父さんには悪いけど、それぐらい人を好きになりたいです。Pray that
just know my mother taught me right from wrong. You see, everything you need to know is right here in this song, yeah. So, pray, and I'll go. If you そして夕暮れ、美和ちゃんもディナーの時間。はい、今回のディナーはこちらです。パラウの海の恵みがふんだんに取り揃えられた海鮮しゃぶしゃぶ。南国ならではの色とりどりのさまざまな海産物が豊富な野菜とともに用意されており、見ているだけでお腹いっぱいになりそうです。果たしてお味のほどは。いや、すごいな。いや、パラオの人はお芋食べるんですよ、いっぱい。おいしい。バター塗りたい。でも南の楽園で楽しむ天使の晩餐。贅の限りを尽くしたひとときが過ぎていきました。旅でミーのすごく印象に残ったことは、やっぱり海が綺麗。ロングビーチは潮が引くと道ができて感動しました。一面真っ白で目が開かないくらい眩しかったです。そしてそして念願のイルカに会いに行ってきました。テレビでしか見たことがなかったのに、目の前にいて、しかも触れてキスをしてくれました。あんなに大きいとは思わなかった。目が真っ黒ですごく可愛かったです。皆さんも時間があったらぜひパラオに行ってみてください。ちなみにミーは一人部屋だったのに、一人じゃ怖くて眠れず、スタイリストさんにうちの部屋に来てもらいました。2日間もソファーで寝ていただきありがとうございました。講師のミーは